緒に行きますか？それじゃあブティック行きましょう。ブティック、可愛いコスチュームを買いましょう。何言ってるんですか。マミの方こそいろんな服を着てみるべきです。マミは服をほとんど持っていないでしょ。だったら可愛い服を買うのもお仕事のうち。アイドルはプライベートでも着飾るものですよ。そういうものです。マミには可愛い服を着る義務がありますね。だから選びに行きましょう。Here we go。 これはマミに似合いそうね。着せてもらいましょう。何ですか、マミ。はい、おしゃれするためには我慢も必要ですよ。この服もかわいいよ。鏡見るといいね。そのままくるり回って。いいよ。マミの肌すべすべね。マミの肌もっちりしてすべすべでセクシーですね。マミの匂い、いい匂いです。へへへ、ふっ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